最後のレンタカーも、うん、レンタカーで行く萩のすずらん公園。この道はね、滑る感じ、結構帰りの方が滑るんだよね。まだ雪があるね。萩のあれだからね、平均気温より何 2,3 度低いのか、札幌市内から真っ白です。安心で、ここは熊いるよ、横に熊いるよ、ここに滝のスノーワールド現在地東ゲート。平日だから誰もいないな。ポルケレンデ、うん、ほら、ゆるやかなコースでしょう、うん、ゲレンデの何階がこれだっけ。カントリーハウス、ラーメンじゃないよ、ここ滝のラーメン。滝のラーメンの意味は何？滝のカレー。滝のカレーのこれが木？木。滝の木？そう。そうなの。それあれなんだ。これが、うん、何？リス。リス？これがリス？うん、これは？うん？これは？シカ。これは？それ川。これは？川っていうか湖。それ？うん、あのゲレンデ。食べてみるか。滝のラーメンいただきます。緑のはこれ、うん、これ森、あれ森ゾーンスノーシューコースこれはこれ、うん、これあれじゃない、チューブじゃないそれはこれ、これなんだろうな、思いつかないな。鶴木の森見の塔の鶴ごちそうさまでした。シンプルでうまかったね。うん、美味しかった。うん、滝の水、滝の水、二人乗り OK？ 大人と子供で3、2人で行けない。だから、いやだけど俺腰痛めてる、腰痛めてる。いいかも。いや俺も行くか、少しやめた方がいいんじゃないの、大丈夫。一回様子見るか。はい、蹴っ飛ばしてあげるよ。行け。いいね。木と雲と太陽。トリプル。いい景色だ。
続いては展望台。ここの景色が結構一望できるからね、360度、すごいよ。着いた。すごいでしょ。うん、藻岩山あって、夏がこうカントリーガーデンだからね、お花が見えて綺麗な場所だよね。これうん、全然飛んでないよ。雪合戦できるの。青空気持ちいい。またなんかでドラえもんみたいな、なんかだるまの跡がある。私じゃないか。ほらロールケーキみたいのがさ、よく本当だ、うん、転がってきたらこれ雪崩を起きるっていう、こういうのが雪崩の一種。雪崩、うん、こうロールケーキみたいになってるでしょ。うん、うん、ミニ雪崩ありました。渓流口からここか、走り別の、そのとこまで、そう、行くぞ。もうちょっとであれだ、アシリブスの滝。もう見えた。見えた。見えてるよ。滝が凍りついてる。アシリブスの滝。氷瀑はほとんど溶けてるね。まったねーって。散歩に最高の公園、滝野すずらん公園。